渋沢徳次は、日本の実業家。渋沢倉庫取締役会長。属籍は、東京府家族、東京府出身。死者渋沢栄一の次男で、渋沢武之助、渋沢正夫、渋沢秀夫のイボニー。1872年、渋沢栄一、千代の次男として、神田浦神保町にて生まれる。1876年、渋沢家が、 深川福住町に転居。1882年、9歳の時に母千代が病没、姉たちに育てられる。1886年、深川福住町の渋沢邸に寄宿する徳寺と同世代の青年たちの勉学と成果発表の場として、徳寺を社長とする流門社が結成され、流門雑誌の観光を始める。学習院を経て、 熊本第五高等中学校に学ぶが、1892年に病のため退学する。課長である父栄一より、栄一の教理の治払い人まで、秩序禁止という処分を命じられる。1893年、卑怯後は家庭に漁師を招聘して、栄冠及び法律経済の学を納める。1895年、久下家,家族の橋本伯爵家の厚子と結婚する。 1896年、長男慶造が誕生する。1897年、栄一が邸宅内の土蔵群を用い、渋沢倉庫部を創業すると、倉庫部長となる。1898年、次男信夫が誕生する。1899年、義兄穂住信重に随行し、欧米諸国を歴有して、その制度文物を視察する。 基調後に第一銀行検査役に就く。1901年、三男友王が誕生する。1906年、東京家織物株式会社の創立に際し、取締役に挙げられる。1909年、渋沢家直営事業の渋沢倉庫部が、渋沢家と第一銀行の出資により、渋沢倉庫、株式会社に、改祖されると、初代取締役会長となる。 1911年、徳次と芸者玉町のスキャンダルが表面化する。1912年1月、徳次の配着方針が、渋沢同族会で決定される。1913年1月、徳次の配着が正式に届け出され、渋沢倉庫取締役会長も退任する。東京朝日新聞は、渋沢男の配着訴訟徳次市民定戦弱の、ゆえをもってという見出しで、 徳寺氏は明治40年3月頃より、脳神経を病み、しばらく治療服薬する内人造園を併発し、それより、やや異常を停止時より暴言を吐くなどのことがあった、などと伝えている。栄一は、1915年、渋沢道族会を、渋沢道族株式会社に改祖し、着村とした敬造を社長とし、翌1916年には、 第一銀行頭取も退任引退する。1922年、長男慶三が木内時子と結婚する。同年、徳寺は渋沢倉庫に専務取締役として復帰、監査役を経て、1927年再度取締役会長に就任し修正、経営の重責に当たる。その間の1925年、長男慶三に、 徳次初孫となる正秀が生まれる。父栄一政挙の翌年となる1932年の夏に健康を損ない、以来引きこもりもっぱら療養に努めるが、10月6日に渋滞になり、同日午後3時ついに営民する。1931年栄一が中国水害への義援金募集をラジオで呼びかけた際の写真左から三番目に渋沢徳事、中央に栄一。 右端が金子、ありがとうございます。